夜中のお店が閉まりだしたセンター街みたいな感じかな。初めてねこんな遅くまで飲み歩きましたけど、日本人とかが集まるミートアップっていうね集まりに行ってきたんですけど、まあ日本人の友達の H と一緒に行ってきて、また今日は新たに、日本人の女の子とですね、まあ、あの H の友人の女の子とも会ったし、あとはいろんな国の人がいましたね。フランス人、とか、あとは中国人ですね、チャイニーズの男の子2人組とか、まあ本当に、まあ勉強にもなったし非常に楽しかったですね。ということで、まあ帰りたいんですけども、電車があるのかどうか、まあダートで帰る。バスはねちょっと時間が怪しもうないと思うんで、ダートで帰ろうかと思います。なんかね店が軒並み閉まってて、これは初めての光景ですね、ダブリンに来てから。今11時、もう12時になりかけてるので、電車あるかな、怪しいですね。まあとりあえず楽しかったです。あの山盛りっていうねお店、日本料理のお店かな、日本料理のお店なんですけどね、なんかねいい感じでしたよ。雰囲気も多国籍な感じかな。あの奥のバースペースがすごくいい感じでした。多国籍空間みたいな感じで、でオープンエアでね、外に出ても飲めるようになってたりして、非常にいい感じでした。ギネスがねなかったんで、日本料理のお店だからなのかわかんないですけど、ギネスがなくて、代わりのアイリッシュスタウトを、飲みました。すごく美味しかった。案の定ダートの終電がもう終わってました。多分11時半ぐらいで終わったのかな。ないよって言われてね、今度はバスを今探しに来てます。多分バスももう終わってますね。今現在12時過ぎちゃったんで、もうバスも終バスは終わったと思われます。仕方ない、もうタクシーですねこうなったら。さて地元まで帰ってきました。結局タクシーでね、疲れた。もう今何時だ、多分1時にはなってないか、まだ12時40分50分ぐらいかな。やっぱりなるべく電車かバスで帰ってきた方がいいですね。結局いくらかかったかな、24ユーロって言ってたかな。ちょっとねでもチップ渡したので、まあそのぐらいやっぱね結構かかっちゃいますよね。道は空いてるんですけどね、夜中なので。なんかね余計な労力を使ったような感じ。最初にダートのねあの終電あるかどうか見に行ってなくて、またバス停まで行ってね、今度バスを聞きに行って結局なくて、で結局タクシーっていうことでね、歩き回ったりして、もうなんか余計なことをしてるなっていう感じがしました。山盛りっていうですね、今日はジャパニーズレストランってレストランかな、一応まあその中にバースペースみたいなのがあったりして行ってきましたが、そこでね最後ちらっとこう携帯見た時にもうすでに11時20分ぐらいだったのかな。その時点でなんとなくもう終点は諦めたっていうか、あもうないだろうなっていう感じはして、ああやっちゃったなっていう感じになったんですけどね。まあ案の定、もう終バスも終電もなかったという感じでございました。まあとにかくいろんな国の方とカンバセーションができたので、非常にその辺は僕にとっては大きな収穫であり、ピントが合ってない、あ合わないけど、なんで外れるかな、非常に楽しいひとときでございました。あとはですね、最初の方はアイリッシュのおじさんとかとも喋りましたね。すごいテンション高いよアイリッシュのおじさん。あとは日本に住んでるアイリッシュのおじさんも いたかな。結構面白くてね、話がめちゃめちゃテンションがみんな高い、みんなっていうかそのおじさんだけかな。なのでまあいろんな人とコミュニケーション取れて面白かったです。でまあ来週もできたら行こうと思ってますが、終電にはちょっと気をつけてね行きたいなと思っています。あと明日はですね、また同じような感じで日本人会ではないんですけど、ちょっと飲み会みたいな感じなのかな、もしかしたら。なんかクラブみたいなところでやるって言ってたんですけどね、まあそれも H が誘ってくれて、まあ行ってみようかなと思っているので、明日またそっちの方のレポートはしないと思うんですけど、まあ感想など動画にしたいと思います。とりあえずもう帰って
シャワー浴びて寝ます。お疲れ様でございました。